犬がちょっと待ってください。はいはい、よいしょ。はい、こんにちは。はい、この時間も10分間になります。10分間です。よろしくお願いします。10分間です。今日イベント最終日です。ぜひ星投げ切ってください。そして、カウントを仕切ってください。50まで。にもすけさん、フレタワーありがとうございます。わしわしおい、フレタワーありがとうございます。ありがとう、わしわしおい、ありがとうございます。ありがとう。はい、この枠10分間なので、ぜひよろしくお願いします。10分間です。たくさんカウントありがとうございます。はい、今日イベント最終日で後半戦です。いよいよ今日も残りあとわずかとなりました。2,3,4、これ終わったらあと5枠です。あと5枠です。はい、最後までよろしくお願いします。あ、ちなみに SMS 認証してないとギフティング星とか投げてもポイント入ってないんで気をつけてください。気をつけてください。ぜひ応援してくださる方は必ず電話番号の登録をしたアカウントからお願いします。電話番号の登録を必ずお願いします。はい、星投げカウントお願いします。この枠残りあと7分です。そう、無料のバルーンも今日までなので、ぜひ投げ切っちゃってください。もう持ってても一緒なので、はい、一緒だし、私が後半言えなかった時、投げなかったとかがあると本当にもったいないので、ぜひ、あのチャレンジのところからバルーンギフトがもらえるので、応援してくださる方はぜひあのもらってきてください。そしてこのバルーンもあの SMS 認証しているアカウントから投げないと、投げないと入らないので、ポイントが。ぜひ応援してくださる方は必ず SMS 認証をお願いします。あ、バリーさんめっちゃ可愛い、ありがとうございます。わしょわしょい、バリーさんありがとうございます。めっちゃ可愛い、ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。でも投げなきゃですね。はい、ぜひよろしくお願いします。必ず SMS 認証したアカウントからよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとう、バルーンもたくさんありがとうございます。残りこの枠5分になりました。5分、ありがとうございます。5分です。はい、早いです。つなぎも最後までよろしくお願いします。そしてこの枠から来た方は2周とかもう最悪っていうか、めっちゃ急いだらできるので、はい、よろしくお願いします。必
ず SMS 認証をしたアカウントからお願いします。お願いします。ありがとう。あとは必ず SMS 認証お願いします。レインボースターはゴールドを買った時におまけでついてきたりとか、あとはなんか不具合があった時に運営の方からすみませんでしたってお詫びの品としてもらえたりするので、レインボースターを買ったことがないとか集めたことがないっていう方もレインボースターを持ってたりします。はい、なのでちょっとレインボースター持ってるかなって見てみてほしいです。持ってたら本当はゴールドが書いてあるところあると思うんですけど、そこにかける何って書いてあります。持ってる数字だけ。はい、そんな知らない間に、あ、そんな感じです。そう持ってますね。ありがとうございます。そう、意外とねレインボースターこう持ってる方います。人気のギフトの右下にあるそうです。人気のタグ、タブのタグのところ、よろしくお願いします。はい、ゴールド買う方は STU 応援パックよりレインボースターパックの方がポイントが高いそうです。確かに STU のバルーンはよりスター1個の方がポイントは高いです。はい、スター1個で100ポイント250ポイントですが、まあ 100ポイントだとしてですが、STU のバルーンは5つで100ポイントなので、まあ厳密に言うと違うんですけど、はい、なので気をつけてください。厳密に言うと違うんですけど、ぜひよろしくお願いします。普通してるのは買いそうになるように、確かにこれ知らなかったらなんかしてるの方買っちゃうよね。そうなんだって、レインボーパックの方がそのおまけのポイントが高いそうです。はい、買い物の罠ですね。お願いします。残りあと2分になりました。ありがとうございます。この枠もたくさんありがとうございます。次は、14時55分からです。よろしくお願いします。あ、そっか、 STU の方は 2.5 番折りポイントになんないのか。なるほど、だからか。なるほどね。ちなみに有料のギフトは1ゴールドにつき 2.5 ポイント入ります。なのでレインボースターは101個250ポイントになります。1個100ゴールド分のなんですけど、はい、気をつけてください。ぜひお気をつけて、お気をつけて、よろしくお願いします。はい、それでは、次は14時55分からお会いしましょう。この配信もありがとうございました、たくさん。次もよろしくお願いします。じゃあまた後ほど。ありがとうございました。